はい、それでは本日は一級建築施交換力士の学科試験平成29年、問33番施工その他の工事耐震改修工事について解説していきたいと思います。鉄筋コンクリート像の耐震改修工事における柱への溶接閉鎖フープを用いたとき、用いた巻き立て補強に関する記述として最も適当なものはどれか1、フープ筋のコーナー部の折り曲げ内乗り直径はフープ筋の,呼び,名の用呼び名に用いた数値の2倍としたえこの問題は間違っています。 まずですね、この溶接閉鎖フープというものと普通のフープ筋というのは何が違うかというとまずこのフープ筋というものはこう巻きつけてフックがついているものがこれフープ筋ですでこの溶接閉鎖フープというのは、えー、このフープを用いて最後ここで溶接することを、まあ、この溶接閉鎖フープと言いますで今回の問題なんですけども、えー、折り曲げ時のその内乗り直径ですねここを折り曲げた時のここの内乗りの直径ですここですこの内乗り直径です、えー、これが、えー この数値を2倍としたと書いてあるんですけども、まあ、結果から言うと間違っています。これはですね、数値を3倍にしなければいけません。なので、えー、この問題に関しては2倍と書いてあるんですけども、3倍が答えとなります。まあ、D16 の場合であれば48ミ、mm、リになるという流れですね。それでは2番。えー、壁付きの柱は、えーあ、壁に穴を開けて閉鎖型風筋を配置し補強した、えー。この問題は正解です。まずこの A なんですけども、えー、こちら、えーまあ、スラブとりがあって、まあ、そこに季節の、えー、柱が。 柱がありますでこのように腰壁が、えー、あるんですけどこの腰壁のここですねここに穴を開けてそしてここに新しく、えー、柱を補強していくという流れになりますでまあこちらの、えー、断面、まあ、切ったものをこ,れこちらで書かせてもらったんですけども、まあ、今回の問題に関してはこのように、えー、壁に穴を開けてこの、えー、閉鎖型のフープを配置していたという問題になりますなのでこの問題に関しては壁に穴を開けて閉鎖型フープを配筋し補強したと書いてあるのでこの問題に関しては正解です それでは3番、フープ筋の継手は片手フレア溶接とし、溶接長さはープ筋の呼び名に用いた数値の10倍とした。えー、この問題は正解です。まずこの、えー、溶接なんですけども、えー、フレア溶接というものを用いています。まあ、このフレア溶接というものは何かというと、えー、鉄筋同士を重ねて溶接する方法のことをフレア溶接と言います。まあ、こちらに2つ書いてあるんですけども、これは、えー、片面フレア溶接、今回の問題ですね。片面フレア溶接というのはまあ、上の部分だけ。 まあ、溶接したものそして、両面フレア溶接というものは、まあ、上下とも、えー、溶接したものになります。でですね、この場合なんですけども、K の継手が、えー、継手の溶接長さが、まあ、片側の場合に関しては 10D 以上、まあ、ここですね、ここの K の長さが 10D 以上ないといけない。まあ溶接えー、両面に関しては 5D 以上という流れになります。まあ、こちらも覚えていただければと思います。でですね、今回このように、まあ、こことここ、2つの鉄筋を用いて、こことここを溶接する場合、 ここが 10D 以上ですよというのが今回の問題になります。なんで、この今回の問題はまあ片手振り合い溶接とし、まあ、溶接の長さはフープ筋の呼び名に用いた数値の10倍としたと書いてあるので、こちらになります。なので、正解となります。それでは4番。柱の外周部はコンクリートの巻き立て部分の厚さを100 m m とした。この問題は正解です。まずですね、まあ、こちらの断面図の一一緒なんですけども、 この断面を描いたんですけど、この巻き立て部分の厚さというものは、まあ、大体100から150ミリとするということですね。これが、えー、と最初にあったコンクリートの、まあ、柱なんですけど、これにさらに補強するということです。この赤の部分が補強した部分。その中にもこのように鉄筋が入っているという流れですね。なので、この、えー、季節の柱から、えー、新しく、えー、増設する柱の、まあ、外周部の補強、ここに関しては100ミリ、えー、10センチから15センチとするというのが、まあ、一般的になっております。 でですね、補強の厚さに関しては一般的に100ミリ程度と小さいので、まあ、ここにコンクリートを流し込むときにはまあ十分締め方,、えー、方には慎重に行うという流れになります。まあ、今回の部分に関しては100ミリとしたと書いてあるので A4 番に関しては正解となります。以上のことから今回は1番が間違っているので1番が答えとなります。